日はこれからお出かけに行くためのキャリーバッグの練習をしています。11月の末から次のワクチンが打てるので、予定としては12月の1日にワクチンを打とうと思っているんですが、その後ちょっと一回お友達に会いにお出かけをしようと思っているため、そうするとやはりキャリーバッグに慣れていないと連れていけないので、大ちゃんをこの環境に早いうちから慣れさせれば大丈夫かなと思うんですけど、今はまだ怪しんでる状態です。大ちゃんキャリーバッグの練習です。このままお利口で泣かなかったら、ちょっとだけバスにも乗ってみようと思います。このバスはちょっとだけ泣いたけどお利口ちゃんでした。さて帰りのバスに乗ります。息抜き完了。お降りの際はドアが開くから席を出してください。